ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合が始まりました。両チーム相手の出方を伺っているようです。キラーパスになるのか。シュート。ゴール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 。ダイナミックゴール。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。なパス交換、合わせた。コーナーキックになります。出た。いいボールですよ。攻撃を組み立て直す。シュート。おっと、ファウルを取られました。ジャンプ。スペースを使う。キラーパスになるのか。疲れてしまいました。さあ、もう一度見てみましょう。動き出しが素早いです。預けてシュート。ヘッドでつなぐ。再び試合の主導権を握ります。さあ、もう一度見てみましょう。動き出しが ピッチを優雅に徘徊します。ハートストーンを狙った。ダンブル。コーナーです。ボール回しに嫌われた。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対1。さあ、中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。
それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦が始まります。合わせた、ここで折り返す、頭でつないで、必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。コーナーキックです。これは惜しい。さあチャンス到来、中へ上げる、オフサイド、ちょっと飛び出しが早かったですね。繋がればチャンス。さあここからどう攻める。攻撃の手を全く緩めません。スロー VTR でご覧ください。後半20分経過、スローインです。リザーブの選手が体を動かしています。勇気あるプレーです。エリアの外から狙った、選手交代がありました。すでに試合時間は85分が経過しています。ドリブル、シュート、試合終了です。窮地をしのいで勝利をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。